TOEIC 満点と英検一級合格するのね、どっちが難しいのか、その TOEIC 満点を取るまでの時間と英検一級合格にするまでの時間を言って、正解しなきゃいけない問題数が全然違うから、ね、問題のレベルとしてはですね、で始まりました、もちチャンネル。さあですね、今回なんですけども、 TOEIC 満点と英検一級合格するのね、どっちが難しいのかっていうのがですね、動画で出てきたんですけど、全然違うこと言ってたんで、はい、びっくりしたんでね、ちょっと見てみますね。で、なんて言ってたかっていうとですね、その TOEIC 満点を取るまでの時間と英検一級合格のね、するまでの時間を言ってたんですけど、まあ、そもそもそんな人によるじゃんって思うんですが、その英語力がどん底の状態からって言ったんですよ。どん底の状態からそのTOEIC満点取るまで、そして英検一級に合格するまでで、どれぐらいの時間がかかるかっていうのをどう算出したのか全くわかんないんですけど言ってたんですね。で、それが英検一級までですね、毎日3時間勉強すると。TOEIC 満点まで毎日3時間勉強した場合、一体何日かかるのかみたいなの言ってるんですよ。で、英検一級合格までは37ヶ月かかると。なるほど。37ヶ月ってことは、英語が全くできない状態から3年と1ヶ月ですか？まあ、それもどうかと思うけどね。あなたが大人かどうかにもよるのかもしれないですけど、どん底の状態だってさ、中1の子がね、中3終わって高1の時に取るみたいな感じ？取れないっしょ。ね。で、それに対してですよ、TOEIC がですね、なんと、20ヶ月って出てたんですよ。20ヶ月って2年いらないってことでしょ。1年と8ヶ月でTOEIC満点、英語どん底のところから取れるって無理に決まってるださ。そんなの不可能だって。無理でしょ。で、しかもこれTOEIC で LR だけっていうのをね、なんか条件としてるんですけど、いや、TOEIC LR だけだったとしてもね、 S&W はなかったとしてもですよ、無理ですよ、そんなの。単語も1万3000単語必要、両方ともって書いてるんですけど、いやいやいや、英検1級の方が単語は多いですよ、はい、やんなきゃいけないね、知ってなきゃいけない単語は多い。で、年間どれぐらいいるかっていうと、英検1級合格は2500人ぐらいいて、 TOEIC は年間1000人ぐらいだよって言ってるんですけど、これも本当かどうかはどうなのって思うんですが、はい、もう見てわかるじゃないっていうね、英検1級の方が圧倒的に多い、そっちの方が簡単だからですよ、取るのが。だから、どう考えても英検一級合格の方が簡単です。普通に考えてね。で、当たり前の話です。もちろん英検一級の方が、ライティング、スピーキングありますから、やんなきゃいけない技能は多いですよ。もちろん多いです。ライティング全然できない、スピーキング全然できないっていう人は、まあもちろんいますよね。で、そういう人たちにとっては、まあ英検一級の方が難しいかもしれない。かもしれないですけど、いやもう普通に考えて、理由は、ね、単純明快なんですよ。正解しなきゃいけない問題数が全然違うからですね。パーセンテージが全然違うんですよ。それが、まあ、明らかに難しさを分ける理由です。確かにリスニングの満点ね、TOEIC のリスニングの満点は簡単ですよ、ね、そんなに難しくない。一般の方からすれば難しいですよ。難しいけど、その英検一級持ってる人からすればね、そんなに難しくないと思います。まあ、TOEIC 満点持ってる身から言わせてもらうと、英検1級のリスニングの満点もそこまで難しくないですよ、はい、ぶっちゃけね。僕自身はね、留学してから戻ってきて思ったことですけど、話を戻すと、 TOEIC のリスニングは確かに3問ミスとか4問ミスぐらいでも満点になることがあるんですよ。でもリーディングの方はですね、 TOEIC の超運がいい回で2問ミスまで満点ですね。だいたい1問ミスが、まあ、満点取れるか、もしくは0問ですね、の時には満点が多いんです。これがめちゃくちゃ大変なんですよ。それに対して別に英検1級取るのってリーディングで間違いまくったっていいわけですよ。ぶっちゃけ他のパートができてれば、あの超難しい語彙問題、TOEIC よりもはるかに難しいあの語彙問題っていうのが全然正解できてなくたって合格できるわけですよ。やっぱこれが差なんですよ。何問も間違えられる英検1級合格だったら、英検一級満点じゃないですかね。英検一級合格ですから、そんな何問でも間違え、何問でもじゃない、何問も間違えることが可能である。スピーキングやライティングだって完璧な回答にする必要が全然ないですね。それに対してTOEIC LRっていうのは、その完璧に近い、相当近い状況じゃないと満点が取れないっていうので、もうだから圧倒的にここで難易度が全然違うって
で、問題のレベルとしてはですね、トイックっていうのは下のレベルから上のレベルまでみんな同じ、そこでふるいにかけられるわけじゃない。だから簡単な問題も難しい問題も入っています。その簡単な問題の方を見ると、まあ確かに英検1級よりはねだいぶ優しく感じます。でも上の方の問題になるとですね、表現だったり情報処理だったりとかのねレベルはとても高い、英検1級の問題よりも高いものがたくさん出てきます。たくさんって言っちゃうとまあ人にもよるんですけど、かなり高いものが出てきます。英検のリーディングよりもトイックのリーディングの方が難しい。そして何と言っても時間ですね。時間が厳しい。トイックっていうのは異常に時間がもう厳しすぎて時間との戦いです。それに対して英検1級っていうのはまずリスニングとスピーキングは気にする必要ないですね。もう決まった時間ですから。はい、時間配分とか別に考えなくて。まあね、二次試験のそのスピーキングのところは多少ね、スピーチでね、考えなきゃいけないところはあるんですけども、時間っていうのをそこまで気にする必要はないじゃないですか。で、リーディングとライティングが同じ時間に行われるんで、だからライティングがすぐにできちゃうんですね。かなりのスピードで解くことができる。文字数少ないんだもんだって書くの。それができればリーディングにめちゃくちゃ時間があるんですよ。たっぷり解く時間がある。だからトイックと比べて英検1級合格にする人、そのレベルの人たちからすると英検1級は時間に余裕がある。それに対してトイックっていうのは時間に余裕がなさすぎる。だからこういった面でもトイックの方がはるかに難しいわけですね。でまあこれらがいわゆる一般的な理由じゃないですかね。まあ他にもあると思うんですけど、だから英検1級持ってるけどトイック満点持ってない人はいっぱいいますね。でもトイック満点持ってる人は英検1級持ってる人が多いですね、相当数で。どっちを先に取ったって英検1級を先に取ってる人の方が圧倒的に多い。これまあ自分もそうですよ。自分も大学4年生の時に取りましたね。で取りました。でトイック満点はその3月だったんで、トイック満点の方が後ですね。英検1級は困らなかったというか大変だとは思わなかったですね。とにかくリスニングがゆっくりでライティングの語数が少ねえっていうので、ライティングすぐ終わっちゃうしみたいな感じでしたね。まあそうだ、試験中トイレ行ったもんね。まあ解き終わってる状態でしたからね。でトイレ行って戻ってきてやったのも覚えてるし、で自分が解いた感じでもそうです。でトイック自体レベルが上がってるしね、昔と比べてね、っていうのもあると思いますね。まあ、自分に関して言うと、まあ、やっぱ英検級のその語彙問題難しかったです。非常にレベルの高い問題でしたけど、まあ、パスタンとかねやって頑張ったけど、それでもやっぱ取れない。でも他のセクションですね、リーディングのその読解は全然、あ、なんだ余裕じゃんって思ったし、リスニングに関しては遅って思ったね。留学してから戻ってきたばっかりで、なんだこんな遅いんだろうって思う感じでした。でスピーキングも喋れればもう全然合格可能なものだなと思いましたね。留学から戻ってきたからそんな喋るのも苦労しなかったと思うんで、なんかもう適当に喋って何も困らず合格したっていう感じでしたね。何喋ろうかすごい悩んだの覚えてますけど、しか前日かその週の授業の教材にあったことをそのまま喋ったんだよね、確かね。あ、こんなんで浮かれちゃうんだって思いましたね。そうだ、一次試験終わった時はこれで大丈夫なのか、その単語わかんなかったからね。単語わかんなかったんで、こんなんで大丈夫なのか、浮かれんのかなって思って、まあ配点とかもよくわからんまま受けてたし、で、一時受かってて、あれでいいんだって思ったわけね。あんな字数制限少ねえライティングで言いたいことも言えない、こんな試験じゃ、みたいな感じで、リスニング遅っって思いながら聞いて、いけちゃうんだ。で、2時はそんな心配しなかったんで、まあ、まあ、2時はいけるでしょうって。それに対してトイックはだってその時に920点とかだったんで、920、950だったのか、ん?で、990だったんで、だトイックの方がだいぶ、まあもちろん、あれ?トイック簡単だなと思ったんですよ。トイック簡単だな、これ満点狙えるなとは思ったけど、それでもやっぱり間違えてる問題数全然多かったから、トイックも。ね、あ、もちろん英検の場合は、語彙問題めっちゃ間違えちゃいますけど、語彙問題とか、ああいうレベルの高いものじゃないのに間違えさせるっていうので、すげえな、トイックと思ってね。そのリーディングですからね、特にその読みを読み間違えたりと、情報照らし合わせとか推測とか、勘違いさせる力すげえなと思って、引っ掛ける気満々だなっていうね、まあ気づくわけですね、こっちもね。で、対策してって取れるよ。だから英語力プラス情報処理能力っていうね、ここはやっぱり、トイックの難しさですよ。でさらにそれがね、今レベル上がってますから、語彙の方もそうだし、情報処理の方もトイック難しくなってますから、やっぱりトイック満点の方が取るの難しいっていうのが私の印象でございます。はい、これがまあ個人的なものも含めて、あと客観的に見てとか、他の人たちが受けてて両方持ってる人見ててっていう感じの感想ですね、という感じでございました。はい、皆さんはどう思いますか。ぜひね、ご意見をコメント欄でお聞かせいただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。